はい、こんにちは、ビッグボーイです。では、今回はこちら。コールオブデューティーブラックオプス3マルチプレイベータ、やっていきたいと思います。いや、国内でも数日前に、突然、対応すると、言ってくれたので、まあ、先行体験という形で、やっていきたいと思います。まだあんまり、プレイしていないんですが。兵士は、とりあえず、ルインのグラビティスパイクで、今作は多分、キャラクターがカスタマイズできるとかじゃなくて、特定のキャラクターを選んで、そのキャラクターが持っているアビリティを選択して戦うと。ゲームスピードが結構スピーディーなので、頑張っていこう。最近 BF ばっかりやってたので、ちょっと COD の高めの感度についていけるか。で、まあ AW と同じようにこういうジャンプみたいなものはあるんですが、AW と違ってふわっといくジャンプというか、なんというか。さあ、こっちの建物に入ってみよう。いない。いない。あれ、いない。あれ、いない。敵どこ行った？壁走りしてみよう。ほいっ。はあ、こんな風にタイタンフォールもびっくりな壁走りが、敵がいたよ今。よし、リロードして、あー、やられた。アシスト。まあ操作方法は従来の COD とは何も変わらないので、あとはこのスラストジャンプだっけな、この辺をうまくできるようになるかと。なんて言ってる僕もまだあんまりできてはいないんですが、いない。いた。あ、後ろにいた。まああんまりジャンプとかを AW みたいにしょっちゅう使う必要はないと思うので、あんまりスピーディーすぎず遅すぎずみたいな、いい感じのテンポを保ててるんじゃないかと。よし、リロードして、あ、やれやれやれ。リスポンがよくわかんないな。ほら、初期武器の AR なのでなんかいたよ今。敵が UAV を呼んでるか。いたぞ。よし、あおー、またいた。あっちで味方がやられてる。よし、グラビティスパイク準備完了。ただこれがね、結構ね、扱いが難しくて、ドミネーションとかだと結構伝えるんじゃないかな。今消えたぞ、今やられた。テレポートができる、なんかすごい陛下まであるみたいで、これなんだこれ。あの周りが感電する、すんごいなんか陛下まで、陛下というか武器か、そういうアビリティを持った武器まである。よし、リロード。うわ、めっちゃいる。グラビティスパイクを使えるところがあるだろうか。スナイパーいる。こっち行こう。うおー、来るか。さあ、まだちょっと負けてるな。おお、よし、こっち行こう。おお、よし、くらえ。よし。
いや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 。さあ、同点。うん、ちょっとまだ反動があるんだな。ほい、こっち行ってみよう。ワープしてない今。お、リスポーン地点になってんな。よし、逆転してる。いい感じだぞ。でジャンプ、ジャンプというホバリングみたいな感じかな。2人来てる。まあゲージがある分しかジャンプ、おっ、なんてこった。ある分しかジャンプとかはスライドはできないので考えて使っていかないとね。よし、味方が来た。敵味方やられてんな。ほい、味方がやった。まだマップを全体を覚えてないから迷いやすいな。クリア。よし、テンペスト停止。これちょっとこっち行ってみよう。はい、お、あ、お、水中。そっか、水中も入れるのか。ほい、あ、今いなかったか、違う。知ら、あー、やられた。水中も入れるのか。ダメージとかがちょっと水中の中で変わったりするのかな。さあ、グラビティスパイクを振らえ。よし。はい、というわけでグラビティスパイクでかっこよく終われて、まあベータの期間はそんなに長くないので、まあそれまでの間撮れるだけ動画は公開していきたいと思います。それでは今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。